ブラチスラバ4区のスロバキアテレビビルスロバキアテレビはスロバキアの公共テレビ放送事業者国営チェコスロバキアテレビのブラチスラバテレビ局を承継して1993年1月1日に発足した2011年1月1日から新設の公共放送機関スロバキアテレビ放送の参加で運営されているスロバキアテレビ法に基づく特殊法人で 共和国国民議会が任命した委員15人で構成するスロバキアテレビ委員会が経営計画の策定や資産管理を行っている。会長は高等教育を3年以上受けたものを条件とし、任期5年。スロバキアテレビ委員会が選出する。他に関西委員会が設置されている。旧チェコスロバキアテレビの総合チャンネル ST1 を引き継いだ第一放送と、 1970年に暫定放送を開始した教育チャンネル ST2 を引き継いだ第2放送で放送。2008年に衛星放送、地上デジタルテレビ放送及びケーブルテレビ放送配信のスポーツ専用チャンネル第3放送を開設し、8月8日の北京オリンピック開会式から放送を開始した。1987年から1994年まで、 終日放送を行っていたが、現在は午前1時30分から午前6時まで休止している。番組制作費や機器整備費の上昇で経営が圧迫される中、2004年にリハルド・リブニツェック会長が新しい始まりをキャッチフレーズに大規模な経営改革を行い、公視聴率が見込める米国など、海外のテレビドラマなどを中心とした番組構成として、 実局制作番組を大幅に削減した。しかし依然として赤字退出から脱却できず、2011年1月の累積債務は2700万ユーロを超える見通しである。このため公共放送の経営合理化を目的として、テレビラジオ料事業を統括する新しい公共放送機関、スロバキアテレビ放送の設置を定める。 スロバキアテレビ放送法が2010年11月30日に成立し、スロバキアテレビとスロバキア放送は2011年1月1日から RTVS の監督下で運営が開始された。スロバキア政府は、スロバキアテレビとスロバキア放送を RTVS に完全統合する方針である。スロバキアでは公共ラジオ放送のチェコスロバキア放送ブラチスラバ、 放送局が1956年11月にブラチスラバでのテレビ放送を開始した。当時のテレビ普及台数はおよそ500台で、ドナウ川下半の文化4日間から週2回放送が行われ、翌年から月曜日を除く毎日放送が行われた。1957年に国営チェコスロバキアテレビが設立され、チェコスロバキア放送のテレビ放送事業を分離承継。 1962年にはコシセで、1966年にはバンスカービストリザで放送を開始した。1968年のプラハの春では、西欧の文化、芸術を積極的に紹介して、改革運動を促したが、ワルシャワ条約機構軍の進行により放送は、中断され検閲が再開。親欧米派とみなされた局職員が追放された。 1970年から歴史、文化、教育番組に特化した教育チャンネル ST2 が暫定放送を開始した。1975年には当時のチェコスロバキアで最も高い28階建て、高さ108メートルのスロバキアテレビビルとブラチスラバカムジークさんのカムジークテレビ等が完成した。1989年のビロード革命では当初、 民主化を要求する、ブラチスラバ市内の大規模市民デモを一切、伝えなかったが、民主化デモが始まって6日目の11月22日に、ブラチスラバテレビ局職員がストライキを構えて、検閲を拒否し、ST プラハテレビ局に先んじて、無検閲で、市内のデモの様子を伝えた。さらに民主化勢力が出席したチェコスロバキア、放送史上初の自由討論番組を放送し、 共産党政権の退陣を後押しした。1990年には ST1 がチェコスロバキア全土を対象にした連邦チャンネルに ST2 がスロバキア共和国域内のスロバキア語チャンネルに改変された。28回事件は1999年政権に批判的な幹部職員らが突然解任されスロバキアテレビビル最上階の28階に 隔離難禁された事件。1998年の総選挙で新たに、スロバキア民主連合のミクラーシュズリンダ政権が発足した直後の1999年1月、政権指導部の浄化指示に基づきズリンダ政権に批判的な主管テレビディレクターら約20人が一斉に解任され、スロバキアテレビビル28階に事実上難禁された。 警備員の監視の元下のキザ橋への移動やだ、職員との接触が禁止され、トイレや昼食時も時間が指定され警備員が同行。ほぼ全員が退職を余儀なくされた。1998年総選挙で、スロバキアの報道機関は、政党の通り党略に巻き込まれ、当時の政権党民主スロバキア運動が、スロバキアテレビを利用、野党連合のスロバキア民主連合が、 参加政党の一つ、新市民同盟党首が経営するテレビマルキーザーを利用してそれぞれ自らに有利な宣伝報道を激しく展開していた。事件は2008年に会長に就任したシュテファン、ニジニャンスキーが当時の職員に対して公式に謝罪を表明し、和解した。ありがとうございます。